だ、また出ました。また男はつらいよです。3回目です。男はつらいよ、奮闘編。1971年の松竹映画です。原作、脚本、監督はもちろん、山田洋次です。同時上映は、花も実もあるため頃です。どういうでもいいですね。でもね、この、花も実もあるため頃と聞いてね、と思う人が今、いると思いますよ。あっと驚くため頃っていうね、これ私、小学校の、1年か、それぐらいだったと思いますけど、1、2年、3年、まあ、それぐらいだと思いますけどね。ゲバゲバ90分っていう映画が、あ、映画だね、テレビ番組があったんです。こっからね、派生したね、映画が5本作られてます。ため頃シリーズですね。で、クレイジーキャッツの湯浅仁が東宝だったもんですから、第2のクレイジーキャッツの主演をっていうんで、花はじめが松竹に呼ばれたんですよ。だからね、クレイジーキャッツ主演、植木仁、第1の主演です。第2の主演が花はじめ、第3が谷圭でした。で、第4の男って言われたのは犬塚弘だったんですね。クレイジーキャッツっていうのはすごい、まあ、男は辛いようです。ですね、マドンナがね、榊原ルミなんですよ。このシリーズはね、大抵こう、大物が出るんですけどね。テレビではね、人気で可愛いって言われた頃の榊原ルミですけどもね。この映画ぐらいですよ。そういう、ほとんど知られてない、映画に出てないっていうのをマドンナに迎えたっていうのはですね。で、知的障害の女の子なんですね。で、集団就職で東京に出てきて、で、それついていけずに帰っていくと。まあ帰らないんですけどね。トラヤに行く。で、これ知的障害者をね、扱ってそれを、マドンナに出てきて、その部分をかなり前面に出してるんで、これ非難するようなね、論評もね、結構あるんですよ。でもね、映画をずっと見てるとわかるんですけどね、おいちゃんがね、大丈夫かあの子はね、頭がどうのこうのって言ってね。おいちゃんだけが言うんですね。おいちゃんは一般的な考え方を述べてます。しかし、おばちゃんとかね、さくらとか、他の人たちはね、トラさんが恋をすることによって、自分、いつもはお兄ちゃんが、お兄ちゃんが、お兄ちゃんがとか、トラちゃんがって言ってるんだけども、この知的障害の女の子のマドンナの将来、未来、人生、幸せ、もうそんなことばっかり考えてるのがわかるんですよね。これが大きなテーマなんじゃないかなと思いますね。山田洋次はここを描きたかったんでしょう。でもそういう、とこばかりじゃなくて、これは喜劇映画ですからね。都町長を持ってきてますね。都町長第2作で出た母親の都町長。ここでまたもう一回出てきて。渥美清とね、都町長。これ喜劇人ですからね。ここの場面もものすごい面白いです。今見ても涙が出るぐらい面白いと思いますね。夏になったら泣きながら必ず帰ってくるあのつば九郎さえも恋しと歌っているのでございますっていうのがここのキャッチフレーズです。初めて出てきたんですけども、これね、後々に何回も何回も出てきます。言葉が変わってます。夏になったら泣きながら必ず帰ってくるあのつば九郎さえも何かを境にパタリと帰ってこなくなることもあるんだぜって言いながら出ていくっていうね、これ何回も出てきますよね。観客動員が当時100万人だったそうです。すごい映画ですね。国民的映画になる。まだ奮闘編なんていう編って言ってますから、まだ続けるつもりはない頃の映画ですけども、予告、それからちょっとね、この虎次郎との出会いのシーンがね、わずかながら YouTube にアップされてたりするんで、そこを見るだけでも、ああ、いい時代だなって、いや、見方によっては悪い時代ですよ。だけども、
あ、いいなって思わせる映画なんで、ぜひご覧ください。これはとても印象に残るシリーズの一本です。